皆さんこんにちは。お元気にお過ごしでしょうか。今回は桜しっぽ模様と六角家紋模様を合わせた図案をお届けします。縁起のいい模様ですので、ぜひご活用ください。それでは刺しましょう。外枠を刺します。刺し始めと刺し終わりは3目ほど重ねて刺します。次に桜しっぽ模様を刺します。模様の中心を通り交差して刺します。往復して刺し進みます。これを繰り返し残りの模様も刺します。桜しっぽ模様はこれで出来上がりです。次に六角家紋模様を刺します。横と斜めを一筆書きのように刺します。次にジグザグしたところを刺します。六角模様のところは間を通して刺し進みます。往復して刺しましょう。残りのジグザグ模様も刺します。最後に縦線と六角模様を刺します。六角模様は2つの三角形を刺すように刺していきます。間を通して先へ進みます。これを繰り返していきます。すべて刺し終えたら六角家紋模様の出来上がりです。刺し終えたら水通し、アイロンがけ、端処理、糸処理をして完成になります。今回の図案は春らしい淡い色の糸を使いました。六角家紋模様は少し手間がかかりますが、中心部の花模様がとても可愛らしいです。中心部にある六角模様の部分だけ糸の色を変えて刺すのも可愛らしいです。皆さんもお好きな色の糸を使い、春を彩ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。